オンモール京都桂川は京都市南区及び向こう市にまたがって所在するショッピングセンター。キリンビール京都工場跡地約24.6ヘクタールの再開発地区である京都桂つら川紬の町の一角に開設されたショッピングセンターである。京都市南区と向こう市にまたがって存在するが敷地の約3分の2が京都市側である。なお、 2019年現在では、市町村境をまたぐ日本での四運営の店舗は、この店舗と四モールなら富ヶ丘、4モール高野原、四モール市場縄ての4例のみである。2008年10月18日に開設された、西日本旅客鉄道東海道本線桂川駅の西側に屋根付きの歩道橋で直結しており、2003年に開設された、阪急電鉄落成口駅からも、 約300メートルほどと徒歩圏内に位置している。近隣には、京都第二外環状道路や国道171号があり、約3100台収容の駐車場を設置して、自動車での来店にも対応している。駐車場内には、電気自動車急速充電器、普通充電器を4台ずつ設置している。開業時点では、総合スーパー、イオンや、 シネマコンプレックス、イオンシネマのほか、約220の専門店が入居している地上4階、地下1階建てのモール棟と、スポーツクラブが入る、地上2階建てのフィットネス棟で構成されている。地元の向こう市の竹林をモチーフにして竹細工をデザインに取り入れているほか、地温院の大屋根を模した入り口、円形窓や、安ドンの明かり、カツラリ宮をイメージした深い軒など、 古都の伝統を思わせる衣装を随所に採用している。市場をイメージした食品関連の売り場、桂川市場を1階に設けたほか、2階に路地をモチーフとしたレストラン街、落成工事を設けるなど、売り場部分にも京都の街の要素を取り入れている。また、地域の催しなどで利用できる桂川舞台を設置した広場も開設された。 開業前に提出された大棚立地法に基づく届出面積は53,049平方メートルで飲食店街やシネマコンプレックスなどの非物販を合わせた店舗面積は約77,000平方メートルと開業時点では高島屋京都店や大丸京都店を上回る京都府最大の商業施設となった。また、当ショッピングセンターは証券として おとに地域と京都市南西部のほか、亀岡市や南丹市、大阪二日樹市までを想定している。当施設の開業までに、阪急京都線の立体交差化や、跡地南側の交差点改良といった抜本的な渋滞緩和策が間に合わないことから、ピーク時には1時間あたり約900台、休日で約5600台を超えるとされる乗用車による来店客による影響で、 通学路の安全性など、道路交通への悪影響の恐れが指摘されていた。さらに、地元向こう市の中心部である、阪急東向こう駅周辺の商店街など、既存の商業施設の空洞化をもたらし、高齢者が近隣で買い物できなくなる買い物難民が生じることなども懸念されていた。こうした懸念を配慮し、地元の向こう市が2014年10月1日に、建設産業部内に、 4モール対策室を設置し、周辺の道路の渋滞発生や、近隣の住宅地内の道路への自動車の侵入防止といった交通対策や地元の商店街などへの影響に対応することになった。開業の影響で当店から西へ約3キロメートル離れた落成ニュータウンのショッピングセンター、落成ヌでは各店舗の高島や落成店が生果専門店、 京都801を導入して野菜売り場を改装したほか、駐車場の一角にニトリの出店を進めるなど、近隣の大型店も対抗策を打ち出した。開業時には従来四楽南ショッピングセンターや、近隣にある大栄を利用していた買い物客の一部が当店に移ってきている。また、当店の開業に合わせて、京阪京都交通が10月10日から JR。 亀岡駅など3路線を新設したほか、京都市営バスや、八坂バスも新路線を開設するなど、公共交通の利便性も向上した。開業時点では、総合スーパー、イオンスタイル京都桂川店や、シネマコンプレックス、イオンシネマ京都桂川のほか、約220の専門店が入居している地上4階、地下1階建てのモール棟と、スポーツクラブが入る、 地上を2階建てのフィットネス棟で構成されている。市場をイメージした食品関連の売り場、桂川市場を1階に設けたほか、2階に路地をモチーフとしたレストラン街、落成工事を設けるなど、売り場部分にも京都の街の要素を取り入れている。開業時の専門店、約220店のうち、約半分の110店舗が京都府内諸出店の店舗で占められていたが、 大垣書店やパンのシズや、ケのお肉ところ、ひろし雑貨店、イノブ中華料理店、中華食房、浜村など地元の32店も出店した。出店店舗全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを、営業時間及び ATM 稼働時間の詳細は、公式サイト、モールガイドの営業時間のご案内を参照。ありがとうございます。